小林翔三郎9月5日から1956年4月22日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将5.15事件の黒幕とも言われる人物である。新潟県出身。地主であった父の逸夫である。中学を卒業せず検定試験を受けて受験資格を取り、1900年海軍兵学校に進んだ。 入校前は中国にいたこともあった。同期生に、及川小四郎大将、長谷川清大将、加藤高義大将、寺島県中将らがいる。1903年12月14日、同校卒業。席次は187名中174番であった。遺憾時代は、海軍法術学校特集課を経て、須磨法術長等を務め、 平学校運用術教官となる。小林の教官時代に生徒であった、草加龍之介によれば、生徒に辛抱があった。しかし高木総吉は教育者として問題があったと、している。海軍大学高校講習学生を卒業し、呉陳樹夫人事務員、岩手副長を経て、横須賀陳述専人参謀となる。司令長官は、宝部表、参謀長は、 山梨勝野神羅であった。在職中に関東大震災が発生し、小林は朝鮮人の保護に尽力している。彼らにご安心めされいと語っていた。1925年12月大佐へ進級し、都根官長となる。ついで、法省官長となり、元来は法術専攻士官であった小林は航空関係の要職を歴任していくこととなる。 赤木艦長、海軍航空本部教育部長を務め、短期間ではあるが、再度、赤木艦長、航空本部教育部長を務めている。赤木時代の部下に、小園安妙がおり、二人は、昭和維新について共鳴していた。1929年11月少将へ昇進した、小林は、霞ヶ浦航空隊司令となる。胴体には邸日号事件を起こした。 海軍士官の指導者である藤井一氏がいた。藤井は最も尊敬する海軍軍人として末次信政と共に小林を挙げていた。1931年12月満州特務機関長となり、ついで1933年4月新設された中満海軍部の司令官に就任した。司令官としての小林に陸軍は対抗できず、 中国人の信望を集めたとされる。また、満州国皇帝不義は小林に心を許していた。1934年11月中条へ進み、人海陽行部司令官を最後に1936年3月予備役編入となった。1945年五国連盟本部長となる。小林は、大川周明井上日章。 立花の講座ブローラと信仰があり、陸軍行動派ともつながりがあった。藤井一氏に代表される海軍側の国家革新運動にも理解があり、青年士官の貢献人のごとき立場であった。10月事件では、霞ヶ浦航空隊の爆撃機13機の出動が予定されていたが、これは小林を当てにしたものであるとされ、閣僚名簿の海軍大臣として、 小林の名があった。しかし小林は、武力行使には反対の立場であったとされる。なお事件が発覚し、橋本金五郎、長伊佐村が検挙されたのは10月17日であるが、その前夜小林は事件に関わっていた、大川襲明と会談している。ロンドン海軍軍縮条約には反対であったが、藤井らが実際行動に及ぼうとするのを抑えていた、面もある。 10月事件が、未発に終わった後満州へ赴任するが、そこで5.15事件の発生を知る。小林は事件に連座した、林正義と事件後に関係を持つ。2.26事件後、かねて危険視されていた、山本英介大将、正木勝次少将、山下智彦大皿と共に、予備役となった。山下は、山本56と、遠赤関係にあり、 山本は、山下の予備役編入を避けようとしたが、小林との間で交わした文書が決め手であった。事件前後人事局第一課長であった、清水照美によれば、事件に関係していた者は150人ほどいたという。予備役編入の理由は明文化されないが、2.26、事件当時軍務局長であった、豊田添夢は、事件後、 事件の関連者及び同乗者の予備役編入を進言している。ありがとうございます。